皆様こんばんは。リバーサイドカフェオーナーカルマです。本日は10月16日日曜日、お時間は22時、30分前ぐらいですね。確か昨日ですかね。ちょっと曲は忘れてしまいましたけど、モノマネのね、テレビを見まして、まあ、その、見た理由っていうのがね、私はタムタムさんがね、大好きでして、まあ大体ね、ビジュアル系好きな方は、タムタムさん、認知されて、なおかつ、まあ、好きでいらっしゃる方が多いかなと思うんですけど、私もね、大概大好きでして、まあ、出演されるということでね、見てましたらですね、アドさんですかね、うっせぇわの方ですね、モノマネ、をされて、まあ、曲はね、うっせぇわではなくて、ワンピースのね、新時代ね、披露されてたんですけど、あまりチェックしてなかったんですけど、なんか曲がね、めちゃくちゃなんかツボにはまったというか、ツボでして、すっごいかっこいいなと思って、思わずね、Amazon でポチってしまって、まあ衝動買いですよね、完全にね。まあ私プライム会員なんで、まあお急ぎ便でね、2時間ぐらい前に帰宅したらですね、届いてましてね、購入させていただきました動画ですね。はい、こちらになりますね。はい、これ、音源名は何て言ったらいいんですかね。歌の歌ですね。ワンピースフィルムレッドって書いてありますね。まあ、あんまりね、実は詳しくないんですけどね。まあ、この新時代がもうめちゃくちゃかっこよくて、もう買わずにはいられなかったというね、近年珍しい音源作品になりますね。私にとってはね。まあ、正直ね、こんなこと言うと、まあ怒られるかもしれないんですけど、まあ、アドさんが歌うね、まあ、歌唱力はね、もちろんもう、すごいな、と常々思ってたわけですが、うっせぇわはね、あんまりちょっと響かないんですよ、個人的にはね。で、そんな感じがあったんで、まあ、ぶっちゃけ興味なかったんですけど、このね、新時代はね、すごいいい曲で、めちゃくちゃかっこよくて、まあ、作曲のクレジットを見ましたら、まあ、Perfumeのね、中田さんでしたね。あ、もう、納得のね、クオリティですね。まあ、そこに、素晴らしい、最強のね、歌唱力をお持ちの、Adoさんがね、コラボすればね、それはね、最高のものになるのは、もう、間違いなく約束された結果でございまして、見事にね、私はそれに、乗っかってしまいましたということで、今後ね、Adoさんの歌、それから音源を、何ですかね、求めるかどうかは、現時点ではわかりませんが、少なくともね、この新時代という曲は、最高にかっこいい曲だなと思ったので、動画にさせていただきました。今夜はここまでです。またお会いしましょう。さよなら。おやすみなさい。